緩やかな月のリズム、急がないで、慌てないで、焦らないで、月明かりの中で事の葉を紡ぐ。ここは音楽のスピリットとピースマインドを伝える光のカフェ、ウォンとはるかのムーントークカフェ。こんばんは、月のピアニストウォンミンさんです。こんばんは、月の語り部武田はるかです。さて10回目となりました。あ、10回目。なんかもうすでに100回ぐらいやったような気持ちもあるしまだ1回目2回目みたいな感じもあるし、不思議だな。そうですね、で10回目にして皆さんからの感想をいただきました。来ましたか。嬉しいですね。ご紹介させていただきます。ミモサムーンさんからいただきました。いい番組ですね。今夜初めて聞きました。秋の静かな夜、虫の音と和紙を通した電球の明かりの中、ウォンさんのピアノとはるかさんの言葉と声、なんて優しい響きなのでしょう。それぞれの分野で本当のプロアーティストのお二人のこういうこのコラボは最高の贅沢です。過去のものもすべて聞きたいと思います。嬉しいですね。なんか虫の声と一緒に聞いてくれるのが嬉しいですね。で、和紙を通した電球の明かり。ああ、なんかすごい素敵なところに住んでらっしゃるんですね。和室がね、浮かびますよね。このように言っていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それからもう一方、かなぴぴ26さんからいただきました。はるかさんの優しいゆったりとした声と天才ウォンさんのピアノに癒されました。また次回も楽しみにしています。ついに天才出ましたね。出ましたね。自称が無理くり押し付けた感じになりましたが、受け取っていただきました。はい、こうやってやっぱりね、お声いただくと嬉しいですよね。そうですね、こうやってレスポンスがあるのとなんか勇気づけられるし、なんか手応えが感じられて嬉しいですね。ぜひ皆さんもね、書いてほしいと思います。はい、お待ちしています。ということで、前回から4回シリーズで、12月4日の、浜離宮朝日ホールで行われるウォンさんのコンサートに向けて光を世界へを特集しています。はい、前回はね、僕がこの CD を制作する上で、作詞を初めてしたわけだけれど、そのまあいきさつをと、それから一番最初に歌ってくださっている大塚マッサージさんのご紹介っていう感じでしたね。はい、まあ、今回はね、じゃあ2番目に歌ってくださっている鈴木茂子さんと、あと及川光平さん、3番目に歌ってくださっている及川光平さんのご紹介をさせてもらいたいと思うんですけれど、はい、まずじゃあ曲からいきますか。そうですね、せっかくだから前半の方音楽を聴いてください。そうですね、全てご登場いただくアーティストはウォンさんと一緒にお仕事をされた、もう縁が深いっていうんでしょうかね、方ばかりです。ではまず鈴木茂子さんから浜辺の歌です。風の音
鈴木茂子さんで浜辺の歌をお聴きいただいています。では簡単にプロフィールご紹介させていただきますね。もう皆さんよくご存知だと思うので、うん、あえて言うほどでもないけれど、せっかくですので、はい、ボーカリストの鈴木茂子さん、命の響きを紡ぐ歌い手として知られています。母の腕の中で聞いた子守歌の優しい響きが歌声に触れた始まり、幼い頃からピアノや声楽に親しみ、東京大学在学中にボサノバ、ジャズボーカルを学ばれています。司法試験への挑戦とジャズクラブでの活動を続けながら、自身の歩む道を模索されたということです。司法試験も挑戦されてたんですね。すごいです。すごい才女なんですよ。東大の法学部ですからね。彼女の周りにいる人はみんな、やる官僚のお仕事されたりって、そういう方ばっかりですから、日本を動かす方たちと、うん、で彼女はなぜかそこからドロップアウトするんですね。なんかそのままいけばね、余裕たる未来が開けてるって多くの方はきっと思うでしょうけれど、うん、ご自身は葛藤があったんですね。多分ね、その辺はいつかね、しげこさんにも参加していただき聞いてみたい話ですね。そうですね、うん、まあ彼女はそれ、まあ、学校内のクラブ、なんていうの、ジャズのサークルで歌を歌い始めるんですね、ジャズをね、うんうん、あそこでウォンさんともね共通項があるんですね。でもね、彼女自身はね、まあ、またジャズもドロップアウトするんだよね。え、私はジャズシンガーじゃありませんって自分から言ってますけどね、そうですか、うん、でも彼女の歌うジャズはすごい天下一品、素晴らしい、聞きたいですね。もう何度か一緒にジャズをやらせていただいてますけど、もう鳥肌ものでございます。さて、本当に好きなことをして限りある人生を生きようと決意されたんですね。そしてボーカリストの道を選択されました、はい、1995年メジャーデビュー、2011年11作目の CD With You ソニューミュージックから発表されています。聴き手の心を静かに誘う歌声に、全ての命に響き合う歌を求めて学校、病院、福祉施設などでも活動を展開されていらっしゃるんですね。彼女は歌い手だけではなくて、アレキサンダーテクニックっていう、まあ、身体のメソッドっていうのかな、アーティストがすごい多いんだけれど、を勉強されていて、彼女はインストラクターなんで。そうですか。体のじゃ使い方を、すごく研究されている方。そうするとやっぱり声の出し方も、はい、みたい、変わって、だから茂子さんの声は何こう楽器のように全てに共鳴しているような、うん、もうすごい大事にされてバランス取られてますね。まあ、そういうアレキサンダーテクニックのワークショップをはじめ、また講演なども行っていらっしゃるということで、あとね、彼女がやってるのはね、NVC って言ってノンバイオレンスコミュニケーションっていう、まあ、なんていうか、世界のいろんなね、こういろんな紛争があるじゃない、それをもうバイオレンス、まあ、暴力を使わないでコミュニケーションをする方法を一生懸命まあ、提唱しているグループがあるんだけど、アメリカから始まったんだと思うんだけど、彼女はそれもやっぱりそのトレーニングして日本で広めてる、だから社会問題にも関わってる人、命というところを、ね、根底に置いて、うん、どうしたらみんなが手をつないで生きていけるかという、そうですね、実にこうただ単にこう歌手ではなくって、
まあ、それこそ命っていう大きなレベルで全体を見て活動されてますよね。で今回も、まあ、僕 の、 あの呼びかけというかお願いを彼女にしてもらってもう快諾してもらって歌っていただきました。それがまた素晴らしいんですね。このまあその彼女にどこまあほら長い曲の中で、まあ、ワンセンテンスだけ歌ってもらうことになるわけだけれど、これは、ね、やっぱりこう女性に歌ってもらいたい部分だったので、この憎しみを手放しいがみ合うこともやめるよ、みんなで勇気を出せばきっとできるさって、その部分をね彼女に歌ってもらったのね。茂子さんもやっぱりそこをね歌えて嬉しかったでしょうね。あ、本当感謝ですね。それはね、あの昨年のテロのパリで起きたテロ事件が、そのすごく僕をある一人 の、 あの奥さんを亡くされた方のメッセージに僕が心に響いたのね。それを言葉にしただけなんだけどね。あのモンさんのねブログとかいろいろと、まあ、あの配信物の中でそのことを触れてらっしゃるので、はい、ちょっと読ませていただきますね、はい、世界平和への思い、そして今平和を実現する上で最も必要なのは勇気と力、そして連帯だと私は確信しています。昨年の秋パリで同時多発テロがあり、多くの一般人が犠牲になりました。世界はテロへの憎しみでいっぱいになってしまった。しかしそんな中、奥さんをテロで奪われたある方がテロリストにメッセージを送ります。決して君たちテロリストに憎しみという贈り物はあげない。君たちの望み通りに怒りで応じることは君たちと同じ無知に屈することになる、というメッセージ。愛する人を奪われても魂まで憎しみに奪われなかった、そんな彼の言葉は私の胸を強く打ちました。彼は勇気を持って憎しみを手放したのです、と恩さんが書かれています。もうなんか自分の文章とは思えないぐらい感動しちゃいましたけどやっぱり読み手がいいんでしょうね。いや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 そんな持ち上げないでも、ね、いや本当にねその通りだと僕は思ってるし、うん、本当ねこう踊らされちゃうんだよね、憎しみという連鎖、憎しみの連鎖の戦争が起きて、うん、もうなかなかな、ね、この世界からなくならない、平和にならないじゃないですか。もうそこの最後の選択っていうのは、たとえどんな理屈があろうが勇気、手放すのは勇気だけだなっていう感じがしたのでね。たとえどんな痛みを味わおうと、でも許すって本当に勇気がね、許し難しいですよね、うん、きっと人間って誰しも自分の思いとか考え方だとかが正しいって、自分は正しい、たとえ自分は全然正しくないと思っていたとしても、正しくないって思ってることが正しいと思ってるわけだから、正しいと正しいのぶつかり合いが究極的には戦争っていう形になっていくわけですよね。はい、うん、違いを受け入れるってなかなかね本当に難しいよね、うん、というね歌詞の部分をまあ茂子さんに歌っていただいた、うん、さんの、はい、もう素晴らしい彼女の歌でしたよ。本当に素晴らしいテイク。もうそれは今までのお付き合いの中でもうやっぱり茂子さんがぴったりっていうのもきっとあったんでしょうね、うん、そうだね。彼女とのお付き合いも10年以上になっちゃうのかな。あ、そうですか。僕の演奏ってすごいスローってテンポが遅いじゃないですか。まあね、でもだから歌の人はさ、うん、大変なんですよ、まあ、僕と付き合うのキープしていかなきゃいけないっていうところがありますよね、うん、その遅いウォンさんの演奏よりもさらに遅いのがチエコさんすごいよ。この浜辺の歌なんかもさ本当にもう確かにそのスローですよね、うん、その本当に時間がたゆたうっていうのかな、うん、大きな単位で歌ってらっしゃいますよ。もう 僕なんかだから僕の方が大変普通歌い手さんの方がまあ大体ね、テンポが速い人の方が多いんだけど普段と逆うん、もう勉強になりますよ。
まあいい出会いでね、そういうふうに歌ってもらって、うん、信頼関係があのできているので、なんか親友って感じですよね。そうですね、本当に、うん、あの少ない数少ないお話のできる友達だと思います。あ、言葉が通じるって大事ですよね。そうですね、彼女ね意外とああいうおっとりしてるようで喋り出すと止まんないタイプ。僕彼女とさコンサートやってさ、休憩なしの3時間コンサートでやったことあるよ。長い。あれはもうレジェンドだな。うん、もう話し出すと止まんなくてさ、もうお客さんもさ1時間以上って、あのおトイレに行きたい人は勝手に行ってください、私たちずっと喋ってますからっていう、そういう感じで一度ね番組の方にもね来ていただきたいですよね。そうですね。うん、さてもう一方、はい、及川光平さん、はい、3番目に歌っていただいています。弱い命に寄り添って感じ合えればいいよね、愛は世界の家族に降り注ぐだろう、そういういい歌詞ですね。うん、もう及川光平さんというとやっぱりあのフォークソングの世代で育った。そうですね、彼はあのある、うん、お名前ですね。あのそうですね、ちょっとプロフィールお願いします。うん、はい、及川光平さんシンガーソングライターです。1967年演劇活動開始。え、お芝居されてたんですか。うん、彼はね、うん、演劇が好きなんですよ。役者なんですね。演劇青年だったんですね。うん、あ、そうか、大塚雅治さんもお芝居をやってらっしゃったし、結構ね。そうですね、あのお芝居から来る方いらっしゃるんですね。ね、うん、演劇好きだしですよね。あの別役みのるさんと一緒にやってらしたりね。そうですね、プロフィールの方にも載ってますね。うん、新宿ピットインにて別役実る作品カンガルー作曲そして出演されています。68年太田翔吾主催典型劇場龍山寺翔主催演劇団などの音楽を担当。69年別役実るスパイ物語にて小室仁さんに遭遇されてらっしゃいます。遭遇したんでしょうね開口というよりは遭遇かもしれない。彼はその彼が僕印象に残ってるのはね、歌っていうのはその歌詞があるわけだけれど詩じゃないんだよっていうんでね、これを彼が作ってるのはポエムで、それが独立している存在ではなくて歌っていうものを通して初めてそのなんかあの伝わるものがあるっていうようなことを知ってのは言ってましたね。それって例えば、まあ、あの悲しいって言葉があったんですね。それをどう歌うかで悲しみっていうそのなんていうのかな、その多分僕なりの解釈だけど、その意味が違ってくるじゃない。すごい小声で言うのか大きな声で言うのか、もしくは怒りの中で言うのか、あ、喜びの中で言うかもしれない。なんかね、そういうなんか二重性っていうかね、こう重層性っていうのかしら、そういうものを僕彼の歌の中から感じる素晴らしさですね。やっぱりそのただ歌うんじゃなくて、そこによく言う歌心っていうのは、うん、結局お芝居とつながってるところがあるんじゃないか、あるんでしょうね。うん、で、まあ、小室仁さんに遭遇されて六文銭団員として雨が空から降ればなどを歌唱、以降フォークの世界に参加されています。71年第2回世界歌謡祭グランプリ作品旅立ちの歌、上条恒彦と六文銭の作詞を担当されています。この曲ですっごい大ヒットしたんだよね。うん、銀河の向こうへ飛んで行け、あ、銀河知ってんじゃん。なんか中学校とかその辺の卒業式で歌って、あ、小学校じゃない小学校じゃどうだろう、小学校かな、幼稚園まあいいや、すいません、お腹の中だった、ぐだぐだ。でもね、この詩はすごいあのやっぱり当時としては画期的だったね。銀河って言葉をさ、まだほらあの最近なら使うかもしれないけどね、で飛んでいけでしょ。そうですよね、こんなんかいつだったかさ本当はねさ、銀河になんか飛んでいけるわけないんだよねとか言ってさ言っちゃうんだ言ってたよ、うん、でもあのまさに旅立ちにぴったりの歌でしたね、でしたね、うん、みんな歌ったんじゃないでしょうかね、うんうん、当時はね。
さて、75年から岡本忠成のアニメーションの音楽朗読を担当、77年銀河鉄道の本田修司らとペーパーランドを結成、70年代後半から歌謡曲やドラマ主題歌、CM ソングの制作を開始され、多くの作品を残していらっしゃいます。随分幅広く。僕はね、その彼がペーパーランドっていうグループの CD、まあレコーディング、CD じゃない、あの当時はレコードですよね、のレコーディングのプロデュースをさせてもらったのが一番最初のきっかけだ。そういうご縁があったんですね。これまた、この辺の、エピソードも、浩平ちゃんを呼んでも話すとね、もう止まんないよ。もう一晩でも話しちゃうっていう。もう本当ですね、その以降もお酒飲み友達になっちゃってね、朝まで飲んだくれてたんだよね。でもう一回浩平さんに曲のタイトルつけていただいたりとかも、ね、そうですね、もう結構たくさん つけてもらってますよ僕、ね、うん、ありがたいですよね。ありがたいですよね。詩人ですよね。詩人です。本当美しいんだよね、詩がね。うん、で、まあ、この、その、まあ、光の世界の中で歌ってもらって、ま、この声聞いてもらえば分かるけどね、本当歌素晴らしい。ぜひ楽しみに来ていただきたいと思いますが、もう少しプロフィール。93年再びライブ活動を中心に戻られます。そして2000年代小室仁志、四隅恵子と六文銭母体のユニットを結成、現在小室優優を加えて六文銭09として活動していらっしゃいます。同時にペーパーランドも再開、2013年北海歌謡団を結成、古い日本の流行歌を歌っていらっしゃいます。流行歌も歌ってらっしゃるということですね。彼が、はい、彼が93年に、緑のセミという CD を出すんだけど、そのプロデュース、アレンジ、演奏をさせてもらったのがこの私でございまして、この中から、まあ、この、まあ、また緑のセミってこの CD は本当に素晴らしいんでね、ぜひ趣のあるこのね、CD のジャケットは青森の画家であり、あられる野坂哲夫さんの、まあ、やはりこの方とも出会いが あってこの CD をできたんですね、うん、ジャケットのところにね、緑のセミとあって、緑のセミよ夏の嵐、木々も限りない夢を語れよ、風を掴んで空に放てば生まれたばかりの桃色の園、緑のセミよ夏の嵐。いいね、いいですね。いい詩の世界ですね。思わず読んじゃいました。はい、でぜひ、ではこの CD の中からね、また素晴らしい詩があるんですよ。その曲をね、聞いてもらいたいと思います。引き詩を。月は道、月は陰り、心は波になる、心は音になる、心は夜になり、そして消える。長い夢を見るために、長い夢を見るために、かぎろい花の雨、春はまた巡り来る、吹雪に閉ざされて言葉もなくした頃、季節に身を任せ、そして生きる。
ルの数を数えては春の数を数えてはまい姫歌姫再びはないものを過ぎし日に思い馳すいつの世も同じように時代の片隅に忘れ去られやがて土になるだろうやがて土になるだろう生き死を道死を月は道月は陰り私は海になる私は土になる私は光になりそして消える長い夢を見るために長い夢を見るために及川光平さんのアルバムから引きしようです。さて12月4日日曜日だんだんカウントダウンが始まってまいりましたね。そうですね、もう準備でどん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 あのこうなんていうかこう高揚してきますね、うん、こう彼らと今日の及川さん鈴木慎也子さんで前回紹介させていただいた大塚さんで来週には、内田達也さんと湯川さんのことも紹介させてもらいたいと思ってます。豪華なメンバーが集結してますからね。そうですね、あの残念ながらの渡辺真知子ちゃんが北海道の方に行ってるので12月4日は参加できないんですけれど。残念、でも彼女の歌も素晴らしいのでぜひ聴いてもらいたいと思うんです。あと峰志くんも、はい、もう彼のサポートが、まあ、実はと6月に、まあ、同じようなコンサートを、まあ、あの小規模でやったんだけれどその時湯川さんがおんさん息子さんが成長したわねってステージ上で言っちゃったんだよね、うん、もうそれでうちの宝になってますけどありがたいありがたいです。ぜひ12月4日、楽しみに皆さん聞きに来てほしいと思いますね。はい、浜離宮朝日ホールです、詳しくは、ウォンさんのホームページ里和の方にお尋ねになってみてください。もちろんあのチケットピアでも販売しておりますのでどうぞお早めに。そうですね、指定席ですのでいい席はどんどんなくなっていっちゃう感じですね。あ、今回指定席ですか。あ、もうそうですね。わかりました。じゃあ私も早めにチケット手配しますでもね楽しみですから暮れのお楽しみですよね。はい、ぜひぜひ、はい、さてはるかさん、はい、あのはるかさんも独自の活動されてますよね。あ、もうねあの自分でも発信しないとなと思ってはい、武田はるか朗読&トークライブ天使の休日自分を愛すること許すことこういうテーマですよね、はいはい、今回は自分を愛すること許すことっていうテーマで、お送りさせていただきます。あのアンケート見るとね、うん、一番好評なのが、うん、お題ちょうだいっていう即興のストーリーで、うんうん、以前あのウォンさんにあの私の出版記念講演会で来ていただいた時やりましたね、やらせていただきましたねその僕も即興で音楽つけていったんだよね。そう楽しかったですね。もうなんかウォンさんをまるで横溝良三さんのように使ってしまったっていう恐れ多い。今さ横溝さんって言っても分かる人いないと思うけど分かんないか三平師匠のアコーディオンやったまあそんなんでその場でね皆さんから言葉いただいて即興のストーリーを作ったりとかあなたが書いた作品を持ってきてくれたらその場で音楽つけてとか
11月の26日土曜日ですね、はい、これはどうやった申し込めんですか。もうプラッといらしてください。場所は、青山の多摩サロンでやっていますので。情報をどうやってこの知ればいいですかね。詳しくは私のホームページに、武田遥のホームページに遊びに来てご覧になってください、はい、じゃあ武田遥さんで、検索して、はい、お待ちしています、はい、楽しいと思いますって、はい、自分が楽しい、はいありがとうございます。私も告知をさせていただきました、まあ、とにかく12月4日皆さんどうぞ浜離宮の方にいらしてください。豪華なメンバーでお送りしています。はい、ではまた、この曲を締めくくりで今回10回目を終了しますという感じですね。はい、次回は、また先ほどお話ししたように内田達也さんと湯川玲子さん、あといろいろエピソードもあるのでお話しさせていただきたいと思います。来週もぜひ楽しみに。11月25日金曜日7時にオンエアします。お相手はウォン・ウィンザ、武田遥でした。ではまた来週お会いしましょう。さようなら。ウォンと遥のムーントークカフェ、この番組はサウンドウェアブルームーンの提供でお送りしました。世界中を巡り続ける。憎しむことを手放し、痛み合うこともやめるよ。出せばきっとできるさ。弱い命に寄り添って、感じ合えればいいよね。愛は世界の家族に降り注ぐだろう。